ニューヨーク共同、ニューヨーク原油先物相場は6日夜の時間外取引で、イラン情勢の緊迫化に対する懸念な。同背景に続伸、指標の米国産標準油種、WTI、6月私が一時1バレルイコール70ドルの節目を突破した。70、記事全文を読む。